5月14日オプエドアフタートーク、インヤクさんよろしくお願いします。はい、お願いします。と今日は、ノーボーダーのオプエドの学生スタッフをやっております、私荒沼幸喜が、アフタートークはインヤクさんとお話しさせていただくんですけれども、とまずちょっと軽く自己紹介をさせてください。と僕は、学生スタッフとしてここで働いてるんですけれども、普段大学では明治大学の農学部で、食料環境政策を学んでおりまして、で今就職活動しているんですけれども、その中で種苗会社さんを受けていることもあって、とても今回のテーマ関心があったので、ぜひ今回アフタートークで話をさせていただければと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。で、今回質問させていただきたいことなんですけれども、種苗法に関して、はい、その種とか苗を品種開発している個人育種家の方々が種苗、新しい品種を開発されている中で、例えばリンゴであれば今回シナノゴールドとかトキ、温州みかんだと熊本の日の明かりとか福岡の北原早生とか、そういうのが対象になってるんですけれども、例えばそういう優良な品種を個人の育種家の方が自分の畑の中で研究して開発されたとして、でそういった品種もこう世の中に売り出していくんですけれども、例えば果樹だと一度その作った苗を農家の方に売り渡したら、その苗とかっていうのはだいたい5000円とかそのぐらいの価格じゃないですか。でその木を農家の方が育てて、で木になってどんどん売っていくと、それはかなりの金額で売れていくことになりますよね。で、そうした時に農家の方はその新品種を買って使うことによって利益を得られるんですけれども、その点では育種家の人っていうのは何年もかけて頑張って開発した品種からあまりこう利益を得られないのではないかという点があるのではないかなと思うんですけれども、インヤクさんはその点についてどう考えか教えてください。この問題というのは一つの論理で切ろうとするとどうしても無理があると思うんですよね。そうですね。と言いますのは農作物、この、種苗法が相手にする農作物って、例えばキノコも入るんですよね。でお花も入りますし、はい、普通の農作物、野菜も入るし、お米も入る、大豆も入る。でそれぞれ違うんですよね。例えば野菜の場合はどうかっていうと、野菜で、トマトを除くとあんまり品種登録されてないんですよね。だから種苗法を変えても野菜農家の方であまり大きな影響はないだろう。だから何騒いでんのって話になるんですけども、これが例えばですね、サトウキビであるとか、はい、お芋であるとか、そういう品種の場合には親芋を取って、それから子芋を作って、それからまたさらに作っていきます。自家増殖が当たり前になってますので、はい、こういう、品種ですと自家増殖が禁止されると、これ大変な話になるんですね。特に多年生の稲ももともと多年生だったんですけども、はい、多年生のものっていうのはもう毎年毎年出てくるのが普通なんですよね。それから、さっきご指摘のあった、ブドウなんかの果樹ですよね、はい、苗を持ってってそれをどんどん増やしていったらもう丸儲けじゃないか、こういう問題もあります、これははっきり言って同じ論理で話すのが僕はちょっと無理があるんではないかなと思うんですね。そうですね。常にこれバランスしなきゃいけないっていうのは僕は原則だと思います。つまり育種していただいた育種権利を、育成権を持っている方と、はい、それから使う側の農家の方はこれ車の両輪なんですよね。そうですね。どっちが大きくなりすぎても農業はうまく回らないんですよね。だから例えば、ブドウの場合の、枝の場合はどのように育成者を支えるかっていう議論をしなければいけないと思うんです。はい、そうです。それをしなければ、ちゃんとしなければ、育成者の方はいつまでたっても浮かばれないと言いますか、もう海外なくなってしまいますよね。はい、やっぱりそれは買って支えるっていうのも一つ大事だと思います。買って支えるのも1000円買って、あとおしまいじゃなくって、例えばどうやって支えるのか、もう今競争が激しくって、海外の安い、
この果物どんどん入ってきますよね、はい、だから農家の人も非常に苦しいと思うんですね。だったらそういう育種をした人を、例えば地方自治体が奨励金を出す、うん、そういった人を自治体、地方自治の、つまりその地域の農業に貢献してるってことで、そういった形で、まあ、あの奨励金を出すとかいうのも一つ考えていいと思うんですよね。そうですね。これ農家の負担に全部しろってことになると、うん、今の農家、日本の農業は本当にもうあの儲けている農家っていうのは必ずしも多くないと思うんですね。そうですね、はい、だからそれをあの、まあ、農家からさらに絞る方向で考えるんではなくて、うん、じゃあどうやったら地域のそういう種苗を一緒に守れるんだろうというふうに考え直したが僕はいいと思うんですね。あ、これに対してですね、例えば、モンサントであるとかそういう多国籍企業っていうのは全く別のロジックで動いてますので、うん、例えばあのモンサントはアメリカで開発した遺伝子組み換えコットンなんかをブラジルでも作れ、インドでも作れ、アフリカでも作れってやるわけですよ、うん、当然 あのアメリカとインドの気候違いますよね、はい、農業のやり方も違う。だからアメリカでうまくいったものがインドでうまくいくわけないんですよ、はっきり言いますと、うん、やっぱりその地域には地域のあった種苗があって、インドのデシーっていうあの在来種のコットンはインドの気候にとっても合ってるんですよね。だからそういったものを大事にしていくのが大、あのそういうふうにしていきたかったんだけども、インドのそういう在来種が攻撃されてしまって、もうインドの農家はアメリカのコットン、モンサントのコットンを買わざるを得ないような状況が生まれてしまった、うん、そのために30万人の農民があの自殺せざるを得なかった、借金苦で自殺してしまったという、まあ、悲劇が起きてしまったんですけども、うん、日本はそれとは全く無縁かというと、このままいきますとどん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 自治体なんかが作っていた優秀な、種がどんどん少なくなっていってしまうことを僕は懸念しているんですね、うん、だからその地域の種、これは自治体もそうですし、先ほど言われたような個人育種家の方、あるいは地域の種の企業の方たち、これを守る別の仕組みを僕は作らなければいけないんじゃないかなというふうに思っております。要するに自由貿易、要するにもう競争する商品として種を見るべきじゃないんじゃないか、つまり種は私たちの命を支える、言ってみれば何て言いますかね、生きたものなんですよね。そうですね、これをあの工業製品のようにまあ、扱うと誰かが困ってしまうんですよね、うん、それが例えば、もちろん育種している方の方が困るケースもありますし、うん、あるいは農家の方が困るケースもある、まあ、あと消費者の負担になることもある。そうです、ね、これをどうやってまあ、解決していくのかというのは、僕は一つの考え方としては、どういうその地方の地域の、経済を作るか、私たちの生活、命を支えているそういう、まあ、農産物をの元となっている種をどうやって負担していくのか、これは農家に買わせればいいって問題なのかって考えていただきたいんですね。農家に買えっていうことだと農家の人たちの負担が大きくなってしまいますので、うん、もうそれじゃあもうやっていけません。今ただでさえ離農者が多いんですよね。多いですね。農家がどんどんやめていく、このような状況を食い止めつつ、そして育成者の方たちもちゃんとして、まあ、報われる、そういう体制を作るためには今何が必要なのか、そういった人たちで知恵を出し合うことだと思うんですね。ところが今種苗法というのは上で首相官邸でもう一律禁止って決めちゃうんですね。これやられてしまいますと、農家の方は例えば今僕が心配しているのは沖縄のサトウキビ農家の方たち、あるいは、鹿児島で、さつまいもを作ったり人たち、そういった人たちが困るんじゃないかということも気にしています。あとこれは全国各地にいますけども、いちご農家の人たち、この人たちも困ってしまう。株分けですもんね。そうですね、株分けも禁止になってしまう。株分け、要するに買ってきたものから株が出て、はい、それで、まあ、同じようにね、その時に同じ年で、うんね、同じ耕作でできる限りにおいてはこれ大丈夫。例えば稲だって分裂しますよね。はい、一つの種からどん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 分裂束になって増えていって、これはもちろんこれ禁止しようがないですよね、うん、無理ですね、生物の特性ですから。でもあれ、さらにこれ多年生のものですから翌年もこれできるわけですよ、はい、でそれはこれ禁止されてしまうんですね。これまではそれを用いていた、ところがこれができなくなってしまいますと、これ農家にとっては大問題になるわけですよね。毎年イチゴの苗を買ってこなければいけないっていう、そうですね、はい、そうなりますと
このいちごの農家の方たちの経営は大変になってしまう。まあ、農水省は、うん、そんなこと言うけれども登録品種は多くなくて一般品種があるから大丈夫って言うんですけども、まあ、この登録切れして品種とかそもそも登録してない品種なんかもいっぱいありますので大丈夫って言ってるんですけども、今農水省は毎年大量の登録品種を増やすってことを今目指してるんですね。だから今はいいですよ、はい、今はいいけど5年後10年後になったら登録品種が相当増えて、もうもちろんその登録切れした品種も出てきますけども、やはり登録品種の割合が増えてしまって農業をやろうと思ったら登録品種をやらないと流通に出せなくなってしまう、そういう可能性もあるわけです。やはりそんな時にそれを阻むためにはどうしたらいいかというと、やはり一定の基準で農家の権利をちゃんと守るっていう姿勢が必要なんですけども、今の法体系には農家の権利を守る法律っていうものが存在していないんですよね。だからそこが一番大きな問題ではないかなというふうに思います。はい、そうですね、僕も今こう実際に種苗会社さんをいろんなところ見てる中で、種苗会社と、特にというか種苗会社の人と種苗会社と農家っていうのはどっちかが欠けちゃいけない存在だと思うんですよね。だから種苗会社からすればそういう種子をいっぱい種苗をいっぱい買ってもらって高く買ってもらって、で農家の負担が増えることは種苗会社としては全然嬉しいことではないし、やっぱ種苗会社さんの人に人事の人にも人事っていうか社員の人に聞いてみても、こう農家の利益を増やすことをやっぱ目的にされてるなっていうふうに思うので、まあだからそうですね、種苗品種を開発している人たちにはそういうふうに一律じゃなくて個別個別で品種ごとにこれはこういうふうにお金を払ってあげてくださいとか、あと補助金を出しますとか、やっぱ作物を全部一律で法律にしてしまうっていうのは農業をこれからどんどん発展させていくのにはあんまり良くない、あんまりというか全然良くないですね。そうですね、特に今後気候変動どんどん進んできますし、うん、やはり日本の土に合った気候に合った種をどれだけ増やせるのかっていうのが今大事だと思うんですけども、野菜なんかの場合には海外で作ったものを輸入しているような現状ですから、はい、今どうやって日本の中で作れる種を増やしていくのか、でやはりもう種苗会社いくつも見られて分かると思いますけども、やはり農民との関係、農家の方たちとの関係が近いところだとやはりこれは共存共栄っていう意識がすごく高いと思うんですよね。だそういうところの、会社と農家がやっぱりお互いに共存共栄していけるようなそういうあり方をやはり模索していくべきだと思いますし、うん、これは単なる何て言いますかね、自動車産業とは全く違って生き物をお互いに一緒に作ってるんだってことで別の枠組みを作り出すっていうのが僕は必要だと思うんですね。そうですね、例えばお金だとこれ利子がついたりどんどんそういう、ね、資本主義経済になっていくわけですけども、種っていうのはこれお金とちょっと違いますよね。違いますね。でこうやっぱり共有することによってお互いもっと豊かになっていく、そういう僕は未来の原理を作り出す、うん、そういう力があるものではないかなと思うんですよね。だからそういうふうにただ単にそのもちろんお互いに支え合うってことがベースですけども、うん、それは農家と種苗会社だけで支え合うっていうんではなくって、うん、やはり消費者も含めて地方の例えば自治体も含めてやっぱりそれを支えていくってことが今後僕は不可欠なんではないかなというふうに思うわけですね。そうですね、みんなでやっぱ消費者の人もこれからはもっと農業に関心を持って一緒に日本の農業を支えていくんだっていう認識が、はいはい、できるといいですよね。なんか僕もそういう活動をこれからやっていけるといいなと思っているんで。素晴らしいですね。期待してます。頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあ、はい、インヤクさん今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。体大事になさってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。はい、失礼いたします。